画面の前の皆様こんにちは、いつごです。では今回は、フロントミッション続きをプレイしていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、前回の続きですね。オフィスで、しばらく自由行動を与えられましたね。ではちょっと、情報収集をしていきたいと思います。さあ、では、コロシアムに行ってみましょう。ここで、ヤンという女性が出てきますね。恋人のカレンを知っているようですね。病院の場所を知るために勝負するということですね。では戦ってみましょう。ボディに左食らいましたが、こちらはロケットランチャー。もう一発ロケットランチャーを打ち込んでみます。今度は、マシンガンで両腕を、吹き飛ばしましたので勝負ありですね。舞台に入れてくれということで、病院の場所を教えてもらう約束で、仲間になってくれますね。では一度セーブをして、ではちょっと、闘技場で、今2000コードですので、ちょっとお金稼ぎをしてから行きたいと思います。はい。何度か、こちらまで戦いましたが、勝ったり負けたりで、1100万ドルしか、稼ぐことはできませんでしたが、とりあえずこれで次のミッションに行く前にショップで装備を整えましょう。撮影を始める前に、ロイド機、坂田機、ナタリー機、そして、フレデリック機は、買い物を
しておりますので、とりあえず JJ 機から整えていきましょう。はい、では、装備を整えて、セーブをし終わったところですね。ではヤンがいる、病院に向かってみたいと思います。命令班でありながら、病院に向かってみたいと思います。また新しいキャラ出てきましたね。ポールというキャラ出てきました。あれが病院のようですね。キースとジェリーは乗り気ですね。それでは全員、照明からつけていきましょう。フレデリックだけキャタピラキーですので音が違いますね。ポール機は、NPC のようですね。サポール機の左腕は早くも破壊されてしまいましたでは、ロイド機のイグレットロケットランチャーを。
攻撃は当たらないですね。このポールキャボロボロですね。やはりこのポールキは、両腕を失ってしまいました。ヤンキロンパンチ力強いですね。さあ、JJ キと、敵の交戦ですね。ナタリキア敵を撃墜しました。さあ今度はフレデリック機はバズーカ砲で敵を攻撃します。ボディに当たりました。キースキも、一気撃墜しましたね。
打力強いですね。JJ 機も敵を一気倒しました。回復アイテムですね。さあ、コール機が撃墜されましたね。これ修理しなければいけないんでしょうかね。ヤンキーの足が壊されてしまいました。が一撃強いですね。なかなか強力な、ロケットランチャーが手に入りました。ユース王者が逃げていきましたね。サカタキのライフルで、敵のボディが一撃で破壊しました。
ロイド外してしまいましたね。キースはしっかり当てて息がきついですね。ミサイルで撃墜。また一気撃墜しました。
ロイド機がまた1機撃墜しました。ヤンキーが一撃撃墜しましたね。残りはドリスコルだけでしょうか。病院が破壊されます。一番最初の印象ですね。ミッションクリアですね。ポール機は払わなくてよかったですね。一度ヤンと、離れました。勝手に町を出たことの、出頭命令ですね。では今回はここまでにしたいと思います。いかがでしたでしょうか。今回
フロントミッション、続きをやっていきました。主人公の、婚約者カレンの話が、出てまいりましたね。で、これからどんな展開になるかは、やったことのある人は分かると思いますが、やったことのない人は、ぜひ、私のゲームで、一緒に見ていってもらえたら、嬉しいですね。ではまた次回、動画でお会いしましょう。ありがとうございました。うつぼでした。